白だらけ。右にも左にも白がいます。明日よろしく、よろしく。うん、自然物販行ってきてくれてありがとう。いいな、早く私もグッズが欲しいです。今回のグッズ可愛いから本当に全部欲しい。本当に可愛いねー。明日はオンライン行ったら、あ、明日もあるの？じゃあぜひ行ってね。白のピンに合ってます、ありがとう。プリキュアすぎて。ね、さなちゃんのおすすめグッズは何ですか？全部、まあ、まずうちはタオルは必ずじゃん。あとはまあメンバーカラーのチャームとかも、てかもう全部、基本全部、私は全部申し込みました。事前にアンケートが来るんですよ、あの何が欲しいですかみたいなやつは全部申し込みました。全部申し込んでください。これはねファンの子にもらったの、ファンの子にもらったピン、ファンの子にもらった T シャツ、マルフォイの T シャツ見て、後ろマルフォイがいるの、かっこいい。マルフォイの T シャツ、あー、あ、かずきちゃんありがとう。これもう2回目だよ、この前のオンラインサイン会でも来たし今日も来てる。マルファイかっこよくね、超かっこいいんですよ。今日のもっちゃん、あ、逃げた、ちょっと逃げた、それが問題なんです。もっちゃんが悪いってこと？お、えらい、ちゃんと見せてます、ちゃんと今日の私の美術見せてあげようって感じで見せてあげてますね、みんなに、ありがとう。私は反省なしで、そりゃそうだ、ありがとう。名古屋も大阪も無事できましたね、皆さんのおかげで無事スペシャルライブが開催されてよかったですね、みんなのパワーだね。無事このまま7周年もできるといいですね。うん、クレヨンしんちゃんいけてない、私もいけてない。名古屋で何か食べたっけ、大阪はあのたこ焼き買ってたんですけど、名古屋はあスガキヤラーメンのピリ辛味食べました。おー、美味しかった。宇宙人さんどうでした？もうねあれもう宇宙人ヘアだし、あとちいかわヘアでもいけるんですよ、ちいかわみたいになってて、本当になんであれをやろうかと思ったんですけど、なんでだろう、なんか面白い髪型をしたいなと思って、で最初ハーフツインにしようと思ったんだけど、なんかハーフツインじゃ足らない、なんかもっと面白い髪型にしたいと思って
ちいかわヘアにしました。したらなんかこうやってスタンバイしようとしたら、ひとみに今日は宇宙人がいるって言っちゃったからさ、ちょっと宇宙人っぽくやってって言われてえみたいな、急のその宇宙人キャラに なってえ影穴で言ったのって、盛り上げてって言われて、私今から宇宙人なんだと思って宇宙人になりました。そうなんかスタンバイしてたらね、言われたから、私今から宇宙人なんなきゃいけないやと思って、フィグレットには見えるよね。サナツのハート書いて飛ばして、じゃあエリピオさんが先に飛ばして。そうなんです。まあね、あれもまあエンジンの前にそれを話して、じゃあもうどうするみたいな、まあなんかあのヒロインズでのセリフとか、あと自己紹介とかも、あれはもう身内ネタです。もうメンバーがメンバーが笑ってくれたらいいやって思って、そうやりました。もう本当にもうドンズベリしたって、メンバーが笑ってくれるし、メンバーが楽しんでくれてるからいいやと思って、隣のお姉さん爆笑してました。よかった、それがおもろいんや。おもろかった。じゃあまたいつかやるね。ちいかわはや、ちいかわ宇宙人編またやるね。うん、あの宇宙人さんは帰っちゃったんですよ。無事帰っちゃったので、俺終始ニコニコ。宇宙人ほんと可愛すぎてまだ余韻した人だったよ。いや、あの今回のそのスペベのセトリがかっこいい曲がないんですね。だからできたの。あれでさ、例えば手遅れコーションとか買ったら、もうどういうこと、もうこの時絶対もう宇宙と交信しちゃってるみたいな、もういろんな妄想ができちゃうじゃないですか。だからよかった、かっこいい曲がないからこそ、まあ、できた。また呼んでもろて。うん、オッケー。またお話し会とかでもやるね。オンラインお話し会とかでもまた宇宙人になりますわ。ちょっとあれで記憶の声でちょっときついですね。宇宙人さんは台風の影響を受けなかったって聞きましたね。普通に無事にそのまま吸収されて帰りましたね。ああ、周年はですね、周年はさすがにちょっと宇宙人さんより私がちゃんと周年のコンサート出たいので、まあその代わりといったらなんですけども、周年ではこう珍しい髪型をしてみようかななんて、初めての髪型なんてしちゃおうかなみたいな、宇宙人の代わりにって思ってます。楽しみにしてて。面白い女ありがとう、むしれ女です。うん、ドキムネムネしてて。そしてあとはファーストコンサート、間違えました。ファーストテイクコンサートの話してたからファーストコンサートになっちゃった。ファーストテイクですよ皆さん。もうありがとうございました、たくさん、まああのね、いろんな感想をいただいてありがとうございました。まあいつもと違うバージョンでしたね。あのメロディーも違ったし、マジでさ、でも本当になんかファンのね人が
私の歌い終わった後の表情、1回目と2回目のなんか比べたやつをね、こう載せてくれたんだけど、マジ変わってなかったあのさ、何なんだろうね、こう急にこうアホみたいな感じ急にアホになるんですよね。なんか多分緊張が解けて終わったっていう、この解放されたふうになって、1回目はなんかはぁって言って2回目はなんかなに?みたいな、ちょっと大爆笑しました。無意識すぎて、なんかスクショの時からなんか私が一人でタコになってて、え?私タコになってる、こんな表情してないよみたいな、こんなもっと真剣にやってた、もっとちゃんとやってたよって思ったら、もう終わったらこうやってましたよほんまにさ、ええ加減にして、マジでほんま変な子だったね。で今回は楽曲もこう、まあ、可愛い楽曲だったし、あとはこうメンバーが全員今回念願の10人で出させていただいたので、こうメンバーがこう半円になって歌って、みんなの顔が見えて、みんなの声が聞こえて、隣、私は翔子と花ちゃんだったんだけど、こう 見合わせながら「わー」って歌えて、すっごく楽しかったし、あとはやっぱファーストテイク、あの子の時もそうだったんだけど、まあヘッドホンを無事見つけることができて、ヘッドホンをつけて、こうメンバーの声がダイレクトに聞こえて、音楽がダイレクトに聞こえて、自分の声がダイレクトに聞こえると、すごくこう気持ちがこもるというか、なんかグッて急にスイッチが入るんですね。で気持ちがグググググググッと入って歌ったので、もちろん歌いながらも楽しいなって思いながら、こう気持ちがグッとスイッチを入れさせてくれるし、あとはなんかあの概要欄かなには、なんか見てくれた方はね、分かると思うんだけど、そこにも書いたんだけど、もう本当にファーストテイクは、まあ、まだ2回しか出させていただいてないとか言ったら、すごい悪口みたいになっちゃう、あの2回出させていただいてるんですけど、1回目も2回目もどっちも思ったことが、あのすっごくやっぱ歌うのが楽しいなって思わせてくれる場なんですよね。なんか、うん、一発、本当にあれ一発撮りなんですよ、ガチで。もう本当に一回きりなんですね、本番だから。それで、あ、本当に楽しい歌、最高と思える場所で、緊張感もありながら、うん、それがすごく楽しかったかなって思いました。そしたらずっとなんかこういう顔で歌ってて、こういう顔で歌ってて、終わったらタコになってて、本当にそう、その結果タコになってたんですよね。でもなんかファンのみんなはさ、やっぱ諸橋さんの貫禄があったみたいな1回でも思ったけど、2回目もちゃんとなんか初めもちゃんとなんか諸橋さんだって感じだったし、歌ってる時もやっぱなんか貫禄があったって貫禄あります。歌ってる時はね、緊張はないんですよね。歌い終わった後になんか、うん、あんま緊張しない。ファーストテイク1回目もそうだったんだけど、2回目も緊張しなかった。楽しい、楽しい 100% だったんだよね。表情とは裏腹にめっちゃ楽しいって思いながら歌ってます、あれ。
1年前でも感じたいが良かった。あね、いつもと違う歌い方でしたよね。私もあとちょあれ公開されてみて、あらこういう歌い方してるのね、あたすと思いました。お、かおちゃんだ。ありがとう、誕生日おめでとう。お誕生日おめでとうございます。誕生日に当日に、当日だって当日に会えて嬉しかったよ、ありがとう。最高の誕生日だったらよかった。次何をファーストテイクで歌いたいですか。ラストノートしか知らないですね。最高だと思う。キアラちゃんが震えながら歌うと思うけど。君の夢は何ですか、教えてほしいの歌い方が好きだった。本当ありがとう。初見のアポニューだ。やっほ、初見の妹がサナちゃん歌うまいって言ってた。ほんま？おぞ。ラストノートやばそう。絶対もう鳥肌もんだよ。あ、そこラストね。離れるのは君だけで、君だけで終わりに落ちる恋でもいい、私は神だい気づいたら、ラストの音に恋をしてしまったね。ハモリ多いからね、いいと思う。あとなんかな、あのツイート見たんですよね。あのさ、なんだっけ、まだ曲が公開されてなくてティザー映像みたいな感じのラインナップのやつでバーって並んだ瞬間、これ絶対キアラ助けに来たぞじゃんみたいなツイート見て本当に何言うとんの思わずもうツッコミを入れましたよね。普通に家でそのツイート見て、あと何言うとんのツッコミ入れましたよ自分で、あと何言うとんの。だったら面白いよね。めちゃめちゃ皆さん超緊張して頑張ろうね、頑張ろう。キアラー助けに来たぞって言ったらね、めっちゃ面白いよね本当に。私も気持ち込めて歌うわ。したらあ、そんなにあのメイクレシピって言うんですか、今流行ってますよね。アイドルさんだったりとかいろんな方が載せてバズってますけど、あれ本当にすごいと思う。誰かやってくれよもう無理だよ、あんな可愛い加工みたいなやつできないもん、無理。なんか私は多分イエベだから、こうイエベって少ないんですよ、あのアイドルちゃんみんな基本ブルベって感じだから、本当にイエベのサナツ乗せてよみたいな感じでたくさんメッセージもいただくんですね。本当にあの全部教えるから、本当に全部教えるから、誰かもう勝手にやってください。本当にあのどうぞやってください。あ、でもあのそうですね、あのチーク教えたくないんですよこのチーク、このチークは本当に教えたくないの、すぐ完売しちゃうんだもん。もうねこのチークマジ可愛いの、本当に可愛いの。もう大体いろんな人にチーク何使ってるって聞かれるんですよ。でも本当にダメなの、このチークはね可愛いんだよ本当に。チークだけ偽物ね
チーク3種類ぐらいあるから、これはあのアイドル用というかアイドルメイクの時なんだけど、普段はあのその撮影の時とか、これはね撮影には不向きのチークなんですよ。なんか白浮きしちゃうんですよ。ライブとかの時は結構可愛いんだけど、ちょっとツヤってなっても可愛いんだけど、なんかねあの雑誌とかそういうなんか撮影しますの時はね、あんまこうあんま映えないなって感じなんですね。だからその時はこのこれ使ってる。なんも見えない。なんも見えないじゃん。ダールチーク、ダールチークピンクパールっていうやつ。なんも見えない。裏もなんも見えない。どうしたらいいの。これライト消せばいいのか。消しね。これ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 読めます。ダールチークピンクパールペッタル。本当にピンクペッタル。ほんと？ダールチークピンクペッタル。トゥエイエンドゥオールチーク。ピンクペータル。あ、ペタル！ペタルって言うのペッタルかと思ったわ。これでーす。あ、こうこうこう。そうそうそう。これこれこれ。これ。ここに使ってる。あ、そうそう、目代わりになるしね。みんな使いな。あとはデイチークの。また何も見えないじゃん。何も見えない。これデイチークの2番、クールベンディングみたいなやつを使ってますね。はい、ピンクペータル。うん、アニバーサルブック見たい。私まだ見てないんだ。夜明けの人もが何も見えないメイクレシピめっちゃいい。ありがとう。何にも見えない心の瞳で見てください。心の瞳で君を見つめれば。周年でマイボイシージョフォーユー聞けたらいいな。嬉しいな、ありがとう。そんな言ってくれてありがとう。サナのホットビューラーのメーカー、あーあーあーあれね。いいよ、これこれです。これブランド名はヒーティルアイラッシュカラーです。こうやつで、ここにこれが充電になってみたいな。これめっちゃいいです、本当に。これです。今日はねマスカラしてない。このそのビューラーだけでやったの。どう、サナちゃんおすすめのお酒。おすすめのお酒か、ビール。でも私はね最近はビールを飲まないようにしてますけどもね。やっぱ周年が近いのでね、終わったら飲みます。ビールどこのメーカーが好きですか。瓶ビールで飲むなら朝日が好きだし、普通に缶とかだったらオリオンビール。ほっぺた赤くて可愛いです。可愛いでしょ。なんか血色って感じでしょ。朝日はね炭酸が強くて好きです。のどこしいって感じ。あ、札幌も好き。バドワイザーしか、お、めっちゃバドワイザーいっぱいいる。オリオンビールお前ね、ほんとに沖縄行きたい。のいみちゃんがさ、沖縄行くの。のいみちゃんなんかツアーみたいな発表されてたよね。ツアー、あれツアーでしたっけ、なんだっけ、
同じ歯になれたみたいなやつ行きたい。そんなもう自腹を出していこうかなと思ってるけど、11月12月私は忙しいのでしょうか。クラフトビール、うーん、あんま飲む機会ないけど、飲む機会があったら飲みます。うん、札幌も行きたいんだよね。初のお話し会楽しかったです、ありがとうございます。ゆうせいくん、こちらこそありがとう、また来てね、待ってるよ。明日お話し会でね、みんな楽しみだね。もう秋の諸橋になっちゃおうかな明日は。秋の諸橋になっちゃおうかな、どうしよっかにゃん。はい、明日初めてお金マリアージュ、え、覚えたか。あ、台風が近づいてきている。さやつんはねえ、名前間違ってるよ。さやつん絶対さやちゃんのファンでしょ、だからさやとさなを間違ったんだしょうが。食欲の秋、あんま食欲の秋ないね。あんのかな、あんま感じたことない。まあ、年がら年中美味しいものはあるし、読書の秋でさらつんでごめんね、マジでごめん、マジごめんみたいなのだっけ、のぎみちゃんの新しいあのしおりんがセンターでそんだっけ、マジでごめんみたいな、なんだっけなんだっけ、どういう曲だっけ、え、マジでごめんだっけな、ごめんマジで、ちょっけ、あ、ごめんマジでだマジでごめんだったら本当にガチで謝っちゃって、そっちか。私さ、昨日公開されたやつ、最強のアイドルみたいな、あ、最強のラブソングか、めっちゃ好きって思った。衣装も可愛かったし、みんながてか美女が良すぎて可愛いって思いました。なんかすごく良かった、可愛かった。ちらりと見る予定だったけど、すごく目を凝らして見ちゃったわ。なんなら巻き戻しとかしちゃったもん、え、かわいいと思って。この以上に最近赤い衣装はね、確かにうちらもそうだし、のゆみちゃんもあったし、ジョイちゃんもあるもんね、確かに。ミスドのさつまいも、ああ、秋だね。ね、カツ丼と油そばどっちがいいと思う？油そばの上にさ、カツ乗せてみたら、どう？どうどうどう？昨日ね、すごく長風呂をしちゃいまして。2時間ぐらい入っちゃったんですよ。普通にもう30分ぐらいでね上がる予定だったのに、あの砂の塔っていう、あの菅野美穂さんが主演のママ友みたいなドラマがあるんですけど、それのねやつを7話ぐらいまで見てて、でそしたらなんかもうどん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 展開が進んじゃったから、あの見ちゃって、結局最終話まで見ちゃって、じゃあ2時間超えちゃってたんですよ。妹ちゃんかわいい、ソラちゃんね。え、砂の塔はめっちゃ面白いです、本当に。なんかドロ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 タイプなので、1話もう50分ぐらいかな、
もうそんくらい、ほんと1話まるまるあるって感じなんだけど、でもすっごく面白いので、もし Hulu 入ってる方がいたら見てみてください。ふやけましたよ、もう一旦もめみたいな感じでした。もう上がるときに一旦もめ。でもまあ興味ある方は絶対見てください。あのドロドロとかが好きな方は見てみて。今から辛ラーメン食べてもいいんですか？うん、いや、だって夜のラーメンって一番美味しいやん。イベントで気づいてもらえないの私の力不足。そのイベントのキャパにもよるくない？どうよ。そのイベントが3人キャパとかで気づいてもらえなかったらマジで力不足か本当にね、あれだけど、そのイベントのキャパがすごく大きかったりとか、まあね、たくさん いらっしゃるところだったらちょっとね力不足ではないと思う。のね、自分たちファンの人が3人5人とかで気づいてもらえないはマジ力不足だと思うんだけど、でもまあね、こう結構いっぱいあったりとか、あとはライティングとかでね結構見えなかったりするんですよ。本当にみんなカンペみたいなのを出してくれるんだけど、本当にねライティングでなんかやっぱり見えない時があるんですね。お顔も私たちもこうやって見たいんだけど、誰だーっていう時もあるんですよ。だからそれは運ですね。だから別に力不足じゃないよ、運です。はい、気にしないで。席も運だし、通称お話し会の時ってうちわとか持ってっていいのかな。うん、スペイベッド大阪楽しかったよ。ええー、わ、私もだよ。あ、ひさのちゃんありがとう。じゃーん、ありがとう、タワー、いつもありがとう。明日オンラインで、え、来てくれるの？オンラインも嬉しい、ありがとう。好きやん、そんなの。そんなの好きなんですけど。好きでもいい。楽しみにしてるね。気がつかれなくても緑のペンライト振るわ。天才チャンネル現る。ライブの時うちは何色が見やすい？なんだろう。うちはやっぱひらがなでサナかな。それがモロハシ。あんまモロハシっていううちはいないんですよ。大体サナが多いので、モロハシっていううちはマジで見たことない。まあ作るの大変だよね、絶対に。絶対滝脇とモロハシと斎藤は絶対に作るの難しいと思うんですけど、モロハシっていううちはないんですよ。うん、だから作ってみたら目立つかもね。まあ大変だよね。なんかサはね、そうサはね詐欺があるんですよ。あ、私かなと思ったら、あ、リサかっていう時もあるんですよね。で、あれリサの番かなと思ったら、あ、私の番だっていう時もあるんですよ。ちょっとね、サは2人いるんですよ。同じサなのね、リサちゃんと私は。だからちょっとね気をつけるポイントなんですよ。滝脇は滝が一文字でサイ、もう限界でした。もう斎藤なんて言ったらもうサイなんてもう途中で諦めちゃうんじゃない？来週イコラブ初ライブでドキドキ。お、あれか、周年コンサートかな。ありがとね。背景黄色あるんだけど、お、いいんじゃない？蛍光の黄色とか結構目立つ気がする。ピンクとか黄色とか目立つ気がするよ。どない？
ここで言うと漏れ橋が増えて逆にいやと思うじゃん。やっぱでもみんな多分めんどくさくてやってないんだよ。諸橋って見たことないから、多分私諸橋いないからって言って前も言ったことあるんだけど、それでも現れないってことは多分ね、めっちゃ多分めんどくさいんだと思うよ。諸はねいないね。諸いないわ。諸いないですね。もんちゃん溶けてる。本当だ。37か22のうちは37はいるね。断念してひらがな。まあでもいいよ、もろでも。最近もろちゃんって呼ばれることも多いしね。マイカちゃんの前を途中で、マイカちゃんの前諦めたら、あた斎藤の際なんてどうすんねん。1年かかるんちゃう。1年かかっちまうわ。確かにキアラも大変だね。確かに確かに。でもキアラのとこキアが多いんじゃない？なんか漢字は見たことない、ひらがなが多い気がする。私と一緒にうちわのハート作ってくれてる。かーい。ひらがな一文字でもう入る？どういうこと？うちわとかキーホルダーとかあったらゆずちゃん、ゆずちゃんありがとう。みんな早くハート作ってね。うちわの私と写真送って、うちわ買ったらもうハート一緒に作って私に送ってね。よろしく。明日もグッズあるのかな？都内某所で。あるのかな？ある？明日じゃあ、雨とかひどくなかったら行ってね。絶対当日よりね、事前の方が多分楽だよ。2 days。 あの当日だとね、結構なんかね、時間がなかったりとか、早くに行かないととか、代行頼まないととか、いろいろあると思うんで、やっぱ事前販売の方が絶対楽だと思うんで、あの島内に住んでる方とかは絶対行ってくださいね。この以上事前販売通販したよ。ありがとう。当日な、なんで生自身みんなそんな欲しいの？生自身みんな欲しがるよね。なんで？生自身すごい好きじゃんみんな。
生写真すっごい好きだよね。あ、サインが欲しいのか。なるほどね。はー、逆になんで欲しくないの？本人だからそれに限る本人だからです。あ、サナが触れてるサインを引けるって、あ、直筆ね。確かに。生寿司はマジで沼だから手出さない。へえ、そんなにいいんだ、魅力があるんだ。石油掘れてないので働いてます。偉い。石油なんてダメよ、当てにしちゃ。ちゃんと働いた方が確実なのかな。あ、シュークリームね。うん、確かにシュークリームの生写真は欲しいかも。だってメイドでしょ。欲しいよそれは。確かに。サナちゃん的にこの生写真は漏れたっていうのあるの？生誕グッズ生誕グッズは漏れてます。生誕にマジで漏れたんだよね。なんかね、生誕のなんかカメラ、あ、てか私カメラ買ったんですよ。まだ届いてないけど、なんかね、なんか何でもいいやと思って。今ってデジカメとかめっちゃ高いじゃないですか。で、なんかもう何でもよくて、まあ自撮りしやすいかったんですよね、そのカメラが。普通にサイト見たらなんか自撮りしやすそうと思って、でちょっと軽そうだし、なんでもいいやと思って買いました。まだ届いてないけど。天ギフもらってないもの。でも本当にやっぱあの携帯で撮るより断然画質がいいんですよね。そのとかエモーショナルに撮れるから、高画質なんですよ本当に。だからね、ちょっと買いたいな。あ、そう、ミーニャの YouTube 見てカメラかわいいなと思って。って感じです。カメラかわいい。やっぱね、画質がいいのがいいよねと思って。はい、何のカメラ？え、本当にわけわかんないカメラ買ったんですよ。あのね、全然多分ノーブランドだし、値段もそんな高くなかったから怖いんですよ。だから届くのが怖いんですよ。なんかさ、やっぱ高いカメラ欲しいけど、失敗した時とか自分が使いこなせなかったら怖いじゃないですか。だから、え、怖い、とりあえず一回初めてはもうなんかどうでもいいやつにしようと思ってで、なんかまあどうでもいいやつを買いました。ネットで買った、楽天で買ったんだけど買いました。まあ別に、まあそれで失敗したらもう買わなければいいことだし、次もう、はい、
もね、まあ2万円しなかったぐらいだったから、まあ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 っていう感じ。まあいっかーって感じです。いおりさん、いや違うの聞いてよ。なんかね、イオカメラってあったの皆さん覚えてます？なんかすごい昔ね、イオカメラっていうのがあったんですよ。でも今本当に 何にも撮ってないじゃないですか、イオリ、なん、イオリが。そう、イオカメラ。それで今日話して、あの楽屋でさ話しててさ、あのイオカメラがなくなった今、もう撮ってない今、私がもうサナツのカメラやなとか言ったら、いおりがそれをさ、なんか誰かと話してたんだけど遠くから聞こえてて、ねえそれさまだあるし、それなくなったことにしないで、だから言われて、聞こえてたんやみたいな、ごめんごめん聞こえてないみたいな、いやでももうあなた通ってないやん、そう通ってないやんって、でそしたら瞳が、え、イオカメラって何みたいな、え、イオカメラってあったみたいな感じで今日のそれがレッスンの出来事でした。おもろすぎる、絶対イオカメラの枠取ってやる。知られてなかった。なんか一時期もうほんと多分初期の初期、よりがカメラを買ってメンバーを撮ったりとかしてたんですよね。だって今もさあるくない、あのさ Twitter のさ X のさ多分一番上のさプロフィール欄に多分さイオカメラってあるよ絶対に。ほら、いよい、あ、間違えた、イオイロカメラだった。イオカメラじゃなかった、イオイオカメラでした、ごめんね、イオイちゃん。イオイオカメラでした、ひと夏で終わった記憶。そうなんだよ、ちょっとハッシュタグ調べてみよう、ファンの人が頑張ってあげてるわ、ファンの人がめっちゃ頑張ってるけど、いおりが最後に載せたのっていつ？いつ？最後にいおいろカメラを載せたのはいつ？2019年10月26日。もうめっちゃ昔やん、めちゃめちゃ昔じゃないですか。ちょっとちょっとちょっと、すごい昔やん。あ、ブログで去年載せたの。いや、これはもうサナツンカメラが枠を取るしかないね。やっぱね、メンバーが載せるね、メンバーの写真がね、いっちゃん可愛いのよ。そのふとしたメンバーのやつとかが一番可愛いので、ちょっとメンバーの可愛い写真もゲットしたいなーと思います。サナツンカメラ、なんか可愛くないな。サナイロカメラ、イオイロ VS サナイロカメラ。いや、いいやん。いいやん、いいやん、サナ色に染まれよ、もう奪おう。ちょっとそれは大丈夫です、それは遠慮しときます。メンバー撮りたいよねやっぱ。確かにサナ色に染まったらみんなもう顔が緑になっちゃうね。染まりかけているからな。お、染まっちゃう？
染まっちゃうかい？シュレックじゃねえよ。いや本当になんかこの前の生誕祭の時も思ったんですけど、みんなすごく緑だった顔が。ソロコンの時も思ったし、めっちゃ緑だったよ。みんな緑だったすごく。でもいいと思う。カラオケする？明日もね、だって早いから。早いから今日はさっと終わりましょうねー。モンカメね、モンカメを任せて。でもね、まみちゃんはね、なんかシャッターの音でね、すごくね、気づくんですよ、撮ってるって。だからね、こっち見てくんないのよ、シャッターの音がしないと。ねえ、むんちゃん、かわいい。あ、やばい、かわいいに反応しました。あざといです。あざとけんです。むんちゃん、かわいいね。態度でかいね。あーみたいな。かわいい、かわいいね。あ、かわいいに反応しました。うちの子かわいいに反応するんです。飼い主と一緒やん。かわいいね。かわいいね、もんちゃん。あれだよね、ジョイサウンドには入ったんですよね。ねえ、出てこないわ。うん、絶対アイドル入ったらしいですよ。シュークリームも入ったし、入ったらしいですよ、皆さん。何にする？レモンティーないんだよ。まだだね。一曲、あ、誰ばりも入ってないね。ノロノロも入ってないんだよ、これ。夏っぽい曲。あの雨降ってからの子。なんかさ、マトペってめっちゃ聞いてるんだけど、私あのスペイビでもマトペやってるよね。だからかな、すっすごいマトペのイメージあるんだけど。すっごいなんかマトペやってんなって思ってるから、マトペはいいや。マトペ大好き。よかったよ。じゃあよかったよ。なんかシトロンやってないイメージ、今年の夏。マトベすっごいやってさ、やってない気がするんだよね。どう思いめすけ。てれれれてててて、知ってる私のなんじゃらぐるるいない、しらららんて言いよせないよ、恥ずかしがらずダンス。My baby、 上昇先の君が好きだ、こっちを見つめてそらさないから、一発で注射バシッと決めたい、ドライブデートとない。
カメオとかもさ全然やってなくない？ペーパードライヤー、ペーパードライヤー、あー間違えた、ドライバーだね。ちょっと待って、閉めてきていい？ちょっと待って、テレビ全然ライブでしないよね。それな、ずるずる。エコラブ沼。ね、全然やってない。絶対の意味でなんやねん、まだないのよ。じゃあ普通にももう何も考えないで。何も考えないで。何も考えないでこれを歌うよ。時にふと目が覚める天井をぼーっと見つめため息つく僕はあげる十字路の交差点で目が合った瞬間奇跡を信じたきっと君だ君だ君だいくつか恋をしたけれど全て君に出会うためだったきっと君だ君だ君だ遠回りしてごめんねやっと会えた舞い会えている君こそイコールだ揺れる黒髪生に合う視線がもどかしい息込むほどに続く沈黙ただ僕の言葉だけが響いてる遅い馬車が君の全てが愛しい瞬きするのも惜しいほどのインパクトだけど君の君の君の笑顔を見ると離せない邪魔をしてる僕のリベンジをだけど君の君の君の全てをただ知りたくて戸惑ってる
あるねよし、ということで終わります。8月もみんなありがとうね。9月の私もよろしくね。ということでランキング読んできます。1位がおう、かほちゃん、たわもありがとね。2位がひさのちゃん、たわもありがとね。3位がアラアアアライコールアラーメヤ、ありがとう。4位がリョッキー、5位がコウタ、6位がマーシャラーブミー、7位がウー、8位がうまー。ランキングが変わりました。もう一回言ったくない。1位がかほちゃん、2位がひさのちゃん、3位があらめや、4位がりょっき、5位が50、6位がココナ、7位がこうた、8位がまさらぶみ、9位がう、10位がかずき、11位が半熟、12位がたいちゃん、13位がごうさん、ありがとうございました。明日もお話し会、朝なんですけど、ぜひ皆さん聞いてね。待ってる、起きてね。明日何にしようかな、服とか髪型どうしようかな。じゃ終わる、おやすみまたね。今日も付き合ってくれてありがとう。おやすみ。バイバイ。